アシカ。あれ、ホムラちゃん、どうしたの？どうしたのじゃないだろう。お前は何をしに蛇城に乗り込んできたんだ。それは超秘伝忍法書を。ああ、そういえばまだ返してもらってなかった。相変わらず抜けてるな。まあいい、受け取れ。さっきの勝負はお前の勝ちだったからな。約束通り返してやる。そしてアスカ、改めて勝負だ。え？私は蛇城を追われる身になる。忍び学生としてお前と戦うのもこれが最後になるだろう。だからお前と今ここで決着をつけたいのだ。わかったよ、ホムラちゃん。その勝負受けて立つよ。半蔵の私と蛇女のホムラちゃん、これが最後の対決だね。ああそうだ、アスカ来い。行くよ、ホムラちゃん。いざ、クレンのごとく舞い散れ。足元から切れ切れにしてやる。忍び転身。仲間のためにも私は負けられないんだ。行くぞ。私だって負けられない。全ての力をこの一瞬にかける。いざ、クレンのごとく舞い散れ。席はさらに強くなっている。忍びとしての資質は私よりアスカの方が上なのか。どうしたの、ホムラちゃん。もう終わりなの。くそ、負ける。また私は負けるのか。ホムラ、しっかり。技あり。諦めるのはまだ早いです。わざあり。ホムラさんはわしらのたび悪人をなめるのよ。どうした、もう終わりかい。どうした、お前その怪我は。まさか私をかばった時に。怪我なんて関係ない。ホムラちゃん、もう一戦やるよ。いや、今日はやめておこう。手負いのお前を倒したところで意味がない。ちゃんと直せよ。本当の決着は今度だ。うん。
前だよ。ああ、約束だ。うん、いい評価だ。少しずつ強くなっている。